ふたりパパ。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日の動画は11年前にカミングアウトした両親と一緒に1日を過ごす動画。息子くんが大好きな回転寿司でランチをして、その後向かったのは夏を感じる海浜レジャー施設。スウェーデンでは見られない驚きの魚たちや怪獣たちとの触れ合い、イルカショーではまさかの事態に。息子くんの笑顔があふれるじいちゃんばあちゃんとの1日、最後までお楽しみください。それでは行きましょう、ふたりパパのこんな日が来るとは思っていなかった、じいちゃんばあちゃんと過ごす夏の一日。せーな、せーな、皆さんこんにちは、2人パパのみっつんとパパです、息子くんです。今日は今からどこ行きますか？回転寿司。回転寿司。え、そんなに興味ないけど。あ、いや大丈夫大丈夫、車出すよ。ここはみつパッパの実家、両親と兄家族が同居する家。本来はここに2週間ほど滞在予定でしたが、福井で僕らが濃厚接触者となり自主隔離、そしてようやくここへ来て1泊したら家族内で陽性者が出たということで、僕らは姉の家にお世話になり、なかなか日本のファルモルファルファル、いわゆるばあちゃんじいちゃんに会えずにいました。でもみんなの健康の確認ができたので、お出かけすることにしたのです。でも回転寿司さ、もう何回も行ったんだよね、日本に来てから。行ってない。そう、何も行ってない。そう、三つ葉だけまだ一回も行ってないもんね。ああ、よかった。ちょっとじいちゃんばあちゃんさらってくわ。じゃあ行きましょうか。卵。ダメ。サーモンだけで。お出かけ前の腹ごしらえ、回転寿司へ向かいます。コロナ対策もあってか、席の案内もほぼ無人対応。3年前に来た時とはまた雰囲気違うなって思いました。お、もう今新幹線通った。もうお父さん頼んでいいよ。サーモンとりあえず2皿頼もうか。何？普通の1回目で4皿までしか頼めない。あ、そうなんだ、うん、お父さん何がいいの？いや、まあ、後でいい後でいい。リカはお茶がいいの、それとも、ね、忙しい。なんかすごいシステムがいろいろ大変ね。あ、来た、ノリノリだね、うん、僕の大好きなさん、これでこれを押すのね。来て、取ったら押す。そうするといなくなるんだ、うん、大変、忙しい。久しぶりの回転寿司、慣れてないのでバタバタしていますが、息子くんはもう大喜びでサーモンのお寿司を頬張ります。息子くん今日どれぐらい食べれるかな、大好きだもんね、お寿司。なんか詰まりそうじゃん。もう食べたの2つ。美味しそうだ、いいんじゃない。とりあえずアジ、アジ大きいね、ネタ大きいね、これ。カニカマサラダ、うん、好きじゃない、カニカマサラダ。これさ、どんどん頼んでおかんとさ、すぐなくなっちゃうね。あ、なんかお醤油つけて食べるんだ。醤油つけて食べますよ、そりゃ。いや、子供で食べる。お醤油つけずに。あ、そうなんだ。ペースが大きね。そうね、すごいびっくりした。そりゃそうだよ、ね、ゆっくり食べな。これが俺のだと。お腹いっぱいになった。もうお腹いっぱい。10個食べたの。すごいじゃん、まあ、10個は食べたね。10個ならもう隣でもあれだわ。そしてみんなお腹いっぱいになってお会計を済ますと、あら、ばあちゃんにお金もらったの、うん、これはいくら？いくら？回転寿司を出ると、じいちゃんばあちゃんが連れて行きたかったというところへみんなでやってきました。ふたりパパ。今日はおじいちゃんとおばあちゃんと南満ちたビーチランドにやってきました。気温は33度、とてもいい天気で塩の香りがします。チケット買わないかんね。受付で入場料を払うと、
ゃあちょっと他のところ見て3時半にイルカのショーが見れそうだね。検温をして中へ入ります。すっごい昔来たことがあるけど、なんか面白そうなものある？すぐおもちゃに行っちゃう。そして撮影スポットである議論が、ちょっと大きいかな、なんていうの、バーグラン、あ、トド？セイウチ？セイウチ取れてる、うん、ゴマアザラシ、ここであそこの建物の中行こうか、暑いし。そして日本のじいちゃんはスウェーデンのファルファルとちょっと雰囲気が違うかも。プールなんで入ってもいいよ。やだ、めっちゃいい天気今日。暑さの激しい日だったのでちょうど屋内の展示エリアが助かりました。レックダイブってどういう意味なんだろう。でも水族館だね。ここ何がある？おい、それ生きてる？それは、あ、生きてんじゃん。動いた？え、これ本物なの？タカアシガニでしょ。タカアシガニ。うわ、すごいこれ。なにこれ？ウツボか。ウツボかな？めちゃでかいね。あ、ウツボだ。ウツボだ。こっちはなんか海蛇みたいなやつあるな。うわ、すごいね、これ。これ、毒ある？あ、それは何？あ、ハコフグかわいい。さかなクンがかぶっとる帽子がこれまで。そうだね、さかなクンの帽子。こんなに服が膨らんでるね。こんなに何？何があった？あれは何？シェア、電話でシェア、シェア。シェア、シェアね。そうだね。海の星っていうふうに意味なんだよね。あ、それは毒あるよ。これ、鼻かさご。本当に毒ある？うん、この花カサゴは毒がある。本当花みたいだね。確か触るとトゲトゲでやられるはず。花みたいに開いてるね。綺麗だけどね。次に息子くんが目を奪われたのはこちらの水槽。わお、すごい。何があった？イルカいた。わあ、大きい。あ、こっち見えるよ。見える、あそこ。このイルカさんたちはまた後で素晴らしいショーを見せてくれますよ。そして息子くんが次に興味を示したのはこちら。何？鬼だるまおこぜ。これも確か毒があるね。これなんだね。そう、それ岩だと思って踏んじゃうともうすごい死んじゃうぐらい毒が強いやつだね。え、本当にする魚？あれ本当に魚だよ。動かないね。岩の真似っこしてるね。こんな可愛いお魚さんも見つけました。これはなくない？これはないと思う。カエルアンコウだって。綺麗。綺麗。これ毒ある？どれ？それ。それは毒ないと思うよ。あ、見て見て、チンアナゴがいる。すごいね、穴からいっぱい出てるね。あそこ生きてるの、生きてるやつだね。目がついてるもんね。小さな目。見えないね。見えないね。あ、それの目見えるけど。うわー、でもこれはリュグの使いか。ね、これ見た、もう死んでるけどサメ。これすごい深いところ、すごい深いところに住んでるサメなんだって。怖いね、顔が。そしてこの後は屋外の触れ合いコーナーへ。お魚の匂いしてる。お魚の匂いしてるね。さてお次はペンギンさんに会いに来ましたよ。ちょっとやってきたよ。僕大好き。僕大好きって言ってるわ。入ったよ。なんかここついてる、見える。腕に何かついてるね。なんで？あ、今さ、うんちしたんじゃないそれ。腕についてるのは多分ちゃんとこの子は誰かっていうのが分かるようにしてあるんじゃないかな。名前見た。
うん、暑くないのかな。でも結構日光浴して気持ちよさそうだけど。こちらはフンボルトペンギン。南アメリカ沿岸地域の温帯に生息しているので、日本の気候で飼育しやすい種なんだそうです。とはいえペンギンたちも暑そう。そしてお次は何かいた。お、大きいカメさん。向こうのカメさんすごくない？こんな大きいのがこんないっぱいいるんだね。他にもお風呂入ってるみたいなアザラシや、寒い地域に住むペンギンたちのお部屋を見て回っていると、触れ合いコーナーの時間が始まるとアナウンスがあり、息子くんもアザラシやアシカと触れ合い、ペンギンさんにも餌をあげましたよ。そしてこちらはペンギンさんが足の下のトンネルをくぐるということですが、あれ後ろから行きましょう。後ろから。じゃあママ私向こうで待ってて。後ろから行きますね。後ろから行くって。やりくだだ。ね。さも食べながら行こうね。頑張ってるもんね今日もね。よいしょ。さあ疲れてまいりました。くぐれるかわかりません。せーの。楽しい時間を過ごしていると、あっという間にイルカショーの時間、観覧席へと向かいます。今日のメインイベント、イルカショーを見にやってきたふたりパパ家とじいちゃんばあちゃん。本当に一番前の席でイルカが、動物がバーって来ると水がすごいかかるらしいけど大丈夫ですか？本当大丈夫？あそこから来るか、あそこから来るかな。まあもう三つパパはずぶ濡れです。上行く？ここでいいの？一番前でいいの？ OK。 そしていよいよショーの始まり、まずはアシカが出てきました。皆さんお待たせいたしました。まずはアシカショーでお楽しみください。よろしくお願いします。鼻の上にいろんなものを乗せるのなんて、糸も簡単にやってのけるハヤト。息子くんも拍手喝采です。この時息子くんは残念ながら選ばれなかったのですが、子供たちと一緒に行う輪投げも、せーの、おーすり、おー。でも一番びっくりだったのはこちら。結構大きい声出すって。いきますよ。よろしいですか、皆さん。せーの、あー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 アシカは英語ではシーライオンと呼ばれるのですが、その意味が分かった気がします。バイバイハヤト。さあということで始まったイルカショー、いきなりのサプライズが待っていましたよ。大丈夫？スタート！わー、すごい！すごいね。なんか急に来る、しぶきが。わー！すごい！
どうですか。すごい、本当にすごい。あ、今また来る。サンスバッチ。何何？ネバッチスタッ。本当サルスね。やめろ。すごい。お、来た。誰が一番濡れた？すごかったね。すごかったな。副課長は初めて。うん？初めて見る？副課長。は、初めて見た。うん、そうそうそう。前はテレビだけ。あ、そうか。で、よかったね、今日見れて。うん。ね、お水どうだった？塩。塩。舐めた。入った。海の水だ。なかなか会えない日本のじいちゃんばあちゃん。短い間でしたが、楽しい時間を過ごすことができ、思い出を作ることができたのは良かったです。僕が11年前カミングアウトした時には想像できなかった未来がこの目の前にあること、ありがたいことだなと改めて感じた時間でした。すごい。あんなに水かかると思わなかったけど、でもすごい楽しかった。デカパパ、今日はどうでしたか？ああ。なんかイルカショーは初めて見た。ね、俺も、俺初めてじゃないけど、なんかやっぱりちょっと感動した。すごい上手できるね。コミュニケーションはよくできる。ね、本当にすごいね。ちゃんと頭いいんだなって思った。そしてその翌日、改めてじいちゃんばあちゃんの家に出向き、最後のお別れをしてきました。新型コロナの拡大で予定通りにはいかなかったけど、お互いに元気な姿を見ることができてよかったです。じいちゃんばあちゃんにバイバイ言った？そして東京へ戻る日、いとこの純平と優奈が名古屋駅まで見送りに来てくれました。あ、来た、見て見て、あ、あ、どんな人だ。そして2人に別れを告げ、新幹線に乗り込むと、みんな楽しみにしてた駅弁でランチ。移動さえも楽しくなる日本、最高です。でもいよいよ残すところ2人パパ日本編も残り3本。さあ、残り限られた時間、3人がどう過ごしたか次回予告で見てみましょう。さーて、来週の2人パパは3つんです。6週間の滞在で目いっぱい日本を楽しんだ3人の動画、編集も案外大変なのですが、温かいコメントを多くいただき、いつも以上に励みになっています。残り3本の動画ももっか編集中。ディズニーランドに行ったり、海に行ったり、スイカ割りしたり、夏を大満喫したのですが、一方コラボ動画ではミツパッパがある方に相談にやってきました。どなたが登場するかお楽しみに。さて、次回の2人パパは、土砂降りすぎるディズニーランド、ライドが大好き息子くん、このキャラクターの名前知ってる？の3本です。次回もまた見てくださいね。